そして光の柱立って世界の、ね、平和を願って、訓業しております。ここ戸越に音を届けに来れて本当に嬉しいです。ありがとうジェシー、皆さんありがとうございます。ではここからみんなの幸せと世界の幸せを願って、愛と光を込めてオウムから神聖な音オウムから始めたいと思います。Thank you.
ありがとう。ありがとう。よかったらもう一曲、僕は岐阜出身なんですけども愛知の楽器なかなか見たことないね楽器だと思うんですけどミンミンという楽器でこの戸越に喜びの音の奉納をさせていただきたいと思います。Thank you.
ありがたきよありがとう。素晴らしき公園の場所で本当にありがとうね。一つみんなにお伝えしていい？私タキヨミュージシャン兼対してドラゴンサウンド、いろんな世界各国日本全国もあって本当にね素晴らしい嬉しい、感想や感動やあの反響をいただきまして、でこれをね日本から世界にもっともっと届けていきたい Bring the Hope、 本当同じ思いです。で今みんなのありがとうの声を集めています。でその声をもとに渾身の一曲を作って、でそれを世界にまた この夏ヨーロッパツアーハンガリーの大空とかでもやってくるんですけど、そのみんなの声でできた渾身の曲を世界に届けて、日本から愛と光喜びと感動を
みんなで届けるっていうプロジェクトを今やってます。それのクラウドファンディングをね、今やってて、ありがとう。集めているので、後で、なんかチラシかね、QR コードを持ったやつ僕持ってますんで、そこから飛んで応援してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。戸越の愛もヨーロッパに届けてきます。ありがとうございました。リーフィーオブダーライジョロブさん。電気の料理師、マジツッシュ滝音ミュージシャン兼大使でした。戸越15周年おめでとうございます。最高、ありがとう。マジでやべえ。ありがとうございました。普通のフェスじゃ出ない人たちばっかだと思いますが、楽しんでる人どんだけいますか。